はい、ありがとう整体の平野です。先ほどね、ヤフーニュースを見ていて、小学生の、4人のうちの1人がですね、便秘に悩んでいるというね、調査結果が出たということで、これは深刻な状況だ、保護者にも食事や運動だけでなく子どもの排便にも目を向けてほしいと。本当に、そういう中で私も本当にこの20何年ね整体やってきて、子供の体の本当に人間の体変わってきたんですけども、子供の本当に体のね、筋肉の、硬さっていうのが全然ちょっと違ってきているなと。昔は子供のふわふわした筋肉の中に、こういう硬い部分があるなというねのがあったんですけども、今は本当にこうガチーンとね大人のような硬い筋肉をして、すごく緊張がね、強い形になっています。そんな子どもたちがとても心配なんですけども、私は本当に常に、例えば施術を終わった後ですね、下痢は全然大丈夫なんだけど、施術が終わった後便秘になるようでは、これ施術の失敗ですよというふうにねいつも言っています。出す方ね、熱が出るだとか、汗が出るだとか、熱が便秘、便秘じゃなくて下痢をするだとか、そういったことはね、体から出そうとするエネルギーを出すことで回復していくんですけども、この便秘という方はね非常に良くないというふうに私は思います。その原因としてはですね、なんか洋式の便器が小学校だと和式しかないだとか、そういうことが書いてありますけども、そういうことではなくてですね、体自身が皆さんすごく強く緊張している現代人の中で、子どもたちもそういう状況にあるということを、本当にそこが、非常にね、心配なところです。はっきり言わせてもらえば、新型子どもたちにとっては新型コロナよりもね、こっちの方がね非常に問題であると私は考えています。子どもに整体というふうにねこう思いがちですけども、当院もね小学生とかたくさん来られるんですけども、もう本当に今子どもこそですね整体が必要な時代になっているとも感じています。